プラネットプラスワンは大阪府大阪市北区中崎にある名画座。プラネットプラスワン、プラネットプラス一等とも表記される。1995年12月1日に開業。1974年6月に発足したプラネット映画資料図書館の運営する上映室として設立された。映画初期の海外作品や若手監督の自主制作映画等。 様々なジャンルの作品をほぼ毎日配信している。2012年には、弁士の大森久美子、キーボードの藤代敦子、パーカッションの鳥海寮で、深海無声団というグループを結成。映画創世期の無声映画に、弁士や生演奏をつけた公演を2017年まで、月に1回ほど行っていた。2015年に、映画生誕120年を記念し、 映画の木と題した長編シリーズを展開。シリーズ中の無声映画上映では生演奏が付けられ、週に1回ほどのペースで生演奏付きの無声映画上映を行っている。演奏はピアノの鳥海亮が担当している。代表は映画プロデューサーの富岡邦彦。地獄の警備員の脚本や山下、厚弘監督作品のプロデューサー。 家族の秘訣のアソシエードプロデューサー等を務めた人物でシネアストオーガニゼーション大阪の運営事務局長として映画制作のバックアップも行っている。大阪アジアン映画祭にはシネヌーボと共に初期の頃から参加している。富岡は映画祭のプログラマーを担当。ありがとうございます。